朝、太宰治。私は遊ぶことが何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、ともあり遠方より来るのをいつも密かに心待ちにしている状態で、玄関がガラッと開くと眉を潜め、口を歪めて、けれども実は胸を躍らせ、書きかけの原稿用紙を早速取り片付けて、 その客を迎える。あ、これは、お仕事中ですね。いや、何そうしてその客と一緒に遊びに出る。けれども、それではいつまでも何も仕事ができないので、某所に秘密の仕事部屋を設けることにしたのである。それはどこにあるのか、家の者にも知らせていない。 毎朝九時頃、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがに、その秘密の仕事部屋には、訪れてくる人もないので、私の仕事も、大抵予定通りに進行する。しかし、午後の三時頃になると、疲れても来るし、人が恋しくもなるし、遊びたくなって、 頃合いのところで仕事を切り上げ家へ帰る。帰る途中でお電で屋などに引っかかって深夜の帰宅になることもある。仕事部屋。しかしその部屋は女の人の部屋なのである。その若い女の人が朝早く日本橋のある銀行に出勤する。その後に私が行って そうして四五時間、そこで仕事をして、女の人が銀行から帰ってくる前に退出する。愛人とかなんとか、そんなものではない。私がその人のお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんは、ある事情で、その娘さんと別れ別れになって、今は東北の方で暮らしているのである。 そうして時たま私に手紙をよこして、その娘の演壇について私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と会い、あれならいいお婿さんでしょう。賛成です。なんて一角の苦労人の言いそうなことを書いて送ってやったこともあった。しかし今ではそのお母さんよりも娘さんの方が、 余計に私を信頼しているように、どうもそうらしく私には思われてきた。キクちゃん、こないだあなたの未来の旦那さんに会ったよ。そうどうでした少しキザね。そうでしょまあ、でもあんなところさ、そりゃもう僕に比べたらどんな男でも アホらしく見えるんだからね。我慢しな。そりゃそうね。娘さんは、その青年と、あっさり結婚する気でいるようであった。先夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは、毎夜のことであって、何も珍しいことではないけれども、その日、仕事場からの帰りに、 駅のところで、久しぶりの友人と会い、早速私の馴染みのおでん屋に案内して、大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけてきた時に、雑誌社の編集者が、多分ここだろうと思った。と言って、ウィスキー持参で現れ、その編集者の相手をして、またそのウィスキーを一本飲み尽くして、こりゃもう履くのではなかろうか。どうなるのだろう。 と自分ながら空恐ろしくなってきて、さすがにもうこの辺でよそうと思っても、今度は友人が席を改めて僕にこれからおごらせてくれ、と言い出し、電車に乗って、その友人の馴染みの小料理屋に引っ張っていかれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人、編集者の両人と別れた時には、私はもう、 歩けないくらいに酔っていた。止めてくれ。家まで歩いていけそうもないんだ。このままで寝ちまうからね。頼むよ。私はこたつに足を突っ込み、二重回しを着たままで寝た。夜中にふと目が覚めた。真っ暗である。数秒間、 私は自分のうちで寝ているような気がしていた。足を少し動かして、自分が足袋を吐いているままで寝ているのに気づいてハッとした。しまった、いけねえ。あ,あこのような経験を私はこれまで何百回、何千回繰り返したことか、私はうなった。お寒くありません と、キクちゃんが暗闇の中で言った。私と直角にこたつに足を突っ込んで寝ているようである。いや、寒くない。私は上半身を起こして、窓から処分してもいいかね。と言った。かまいませんわ。その方が簡単でいいわ。キクちゃんも、 ドキドキやるんじゃねえか。私は立ち上がって伝統のスイッチをひねったつかない停電ですのと菊ちゃんが小声で言った私は手探りでそろそろ窓の方に行き菊ちゃんの体につまずいた菊ちゃんはじっとしていたこれいけねえ と、私は一人ごとのようにつぶやき、やっと窓のカーテンに触って、それを排して、窓を少し開け、流水の音を立てた。菊ちゃんの机の上に、クレーブの奥方という本があったね。私はまた以前の通りに、体を横たえながら言う。あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭や、 また廊下の階段の下の暗いところなどで平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするということも、だから本来は貴族的なことなんだ。お酒お飲みになるんだったらありますわ。貴族は寝ながら飲むんでしょ飲みたかった。しかし、 飲んだら危ないと思った。いや、貴族は暗黒を厭うものだ。元来が臆病なんだからね。暗いと怖くてダメなんだ。ろうそくがないかね。ろうそくをつけてくれたら飲んでもいい。菊ちゃんは黙って起きた。そうしてろうそくに火が点ぜられた。 私はほっとした。もうこれで今夜は何事もしでかさずに済むと思った。どこへ置きましょう食台は高きに置け。と、バイブルにあるから高いところがいい。その本箱の上へどうだろうお酒はコップで深夜の酒はコップに告げ。 とバイブルにある。私は嘘を言った。菊ちゃんはニヤニヤ笑いながら大きいコップにお酒をなみなみとついで持ってきた。まだもう一杯分くらいございますわ。いや、これだけでいい。私はコップを受け取ってぐいぐい飲んで飲み干し仰向けに寝た。さあ、 もう一眠りだ。キクちゃんもおやすみ。キクちゃんも仰向けに私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい目をしきりにパチパチさせて眠りそうもない。私は黙って本箱の上のろうそくの炎を見た。炎は生き物のように伸びたり縮んだりして動いている。 見ているうちに、私はふとあることに思い至り、恐怖した。このろうそくは短いね。もうすぐなくなるよ。もっと長いろうそくがないのかね。それだけですの。私は黙した。天に祈りたい気持ちであった。あのろうそくが尽きないうちに、 私が眠るかまたはコップ一杯の酔いが覚めてしまうかどちらかでないと菊ちゃんが危ない。炎はチロチロ燃えて少しずつ少しずつ短くなっていくけれども私はちっとも眠くならずまたコップ酒の酔いも冷めるどころか五体を熱くしてずんずん私を大胆にするばかりなのである。 思わず、私はため息を漏らした。旅をお脱ぎになったらなぜその方が暖かいわよ。私は言われるままに旅を脱いだ。これはもういけない。ろうそくが消えたら、それまでだ。私は覚悟しかけた。 炎は暗くなり、それから見もだえするように左右に動いて、一瞬大きく明るくなり、それからじじっと音を立てて、みるみる小さくいじけていって消えた。しらじらと夜が明けていたのである。部屋は薄明るく、もはや暗闇ではなかったのである。 私は起きて帰る身支度をした。ご視聴ありがとうございました。朗読はリズのリエでした。チャンネル登録よろしくお願いします。